はい、峠芝を見つけました。峠芝、これもね、苔じゃなくてね、シダの仲間だそうでね、こういう割とねこう薄暗いような林にね、生えていることが多いですね。峠芝です。はい、杉平岳です。見つけましたよ。はい、この苔ね、味噌汁なんかにね入れてね食べると美味しそうです。はい、やっぱり見つけました。ここにあるんじゃないかと思って今来てみたところです。すごい大群生。ああ、びっくりしました。見つけちゃいました。また出会っちゃいました。すごいですね。ああ、はい、朝日に当たってとっても輝いてます。これは結構な群生ですよ、ね、向こうまでありますしね。ああ、やっぱり予想は当たりましたね。こういうね川沿いのねちょっとね、岸というかね、まあ、1メートルほどねこうね上がったようなところにね結構ねあるんですよね。見てくださいよ、この群生はなかなか圧巻ですよ。ほらすごいな。あ、ほんと出会えてよかったねえ。さあこれどうでしょうかね。2時間ぐらい今かけてね探してみたんですけど、やっと見つけました。本当出会えてありがとう。はい、今ね、見つけたところはですね、これね川沿いのですね、ちょっと木漏れ日がね今も当たってますけどね、当たるような、ところですね。こういうところ、そして水際のね、まあ1メーターぐらいね上がったようなところにねよく入るそうです。